皆さんこんにちは、イコアミです。今日はダイソーさんで新しい糸を見つけたのでご紹介しようかなと思います。まず定番のものから紹介しようと思います。このミストヤーン、これはもうおなじみですね。ラベルがなんか前と変わったんですね。去年もこれだったかな。なんか多分2代目のラベルだと思うんですけど、色はなんか変わってない気がする。同じ感じがしますね。糸の感じもなんか色がちょっと濃くなったかなみたいな印象あるんですけど、どうでしょうか。これ去年のやつなんですけど、色同じか。糸の感じもね似てるな。うん、これはこちらで動画にしたものなんですけど、これはミストヤーン一玉と、それからソフトミックスですね。 B5 サイズのものが入るバッグが、できそうだけど、持ち手の部分を何か他のものをプラスすれば編めるという感じですかね。でネックウォーマーだったら何か引き揃えにして一玉で編めると思います。次がグリッターベールです。いろんな洋服に合うなと思って、このアンバーローズがねいい感じですよね。これはポリエステル、アクリル、ナイロン、ウール、ウール入ってます。だからあったかいねきっとね。でかぎ針が8号ってなっていて、これね水色もあって、実は試し編みをもうしています。糸はすっごいホワホワ系で、水色の方がなんかラメがちょっと抑えめな感じがしたんですけど、気のせいかな。全部同じラメの量なんだろうか。水色だからラメが目立ちにくいのかな。でちょっとこう伸縮性がありまして、ビヨンビヨンで、めっちゃゆるーく編んでます。なんか伸縮性のある糸の編み具合がちょっとよく分からず、ゆるめに編んでます。ふわふわしてね、すごいね編みやすいです。多分夏糸を編んだ後だから余計なんか、あ、やっぱり毛糸っていいなーって、編みやすい、癒しというかふんわりした編み心地でいいなーって思いますね。これのほどきやすさチェック、はい、優しくほどいたら大丈夫ですね。でこんだけ編んだんですけど、まだ結構ね余ってるっていうか残ってるから、かなりの量が編めそうな気がします。これどれくらいの面積編めたかはまた動画の下に後日記載しておきたいと思います。じゃじゃーん、このリトルカラーいいですね。6種色があります。どれもいいです。特に私この黄色が可愛いなと思って、春のショールとかにこうね、ああいう3月とかもう明るい色が着たくなってくるから、その時にこのふわふわ黄色でショール編んだらいいんじゃないかなと思って、今から編んどこうかなって思ってるんですけど、これはフリージアイエローって言って、めっちゃ優しい黄色ですね。でこんな感じの糸です。ポリエステル 100% で、かぎ針が6号から7号ってなってるね。6号から7号、ホワホワだから目が分かりにくいんじゃないかと思ってドキドキしたんですけど、大丈夫ですね。広め、分かりやすいですね。今年の秋冬どうしようかな。みんなもうなんか本買ったりして
あれしてるのかな、あの雑誌ね、糸の毛糸の雑誌いろいろ出ましたが、秋冬のが一応なんかね、今年はこれを編もうとか計画立てるんですけど、それ計画通りに進んだことない全く持ってないな。なんか全然予想もしないものを編んだりとかして、でも一応計画だけは立てとこうと思って毎年立てるんですけど、おいい感じです。うん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 、ほわほわは白いんですね。でこう芯になる糸にしっかり色がついてて、うんうん、目も分かりやすいし、これピンクと引き揃えたらめっちゃ可愛くなるんじゃないかと思って、ちょっとそれで編んでみようと思います。そうだそうだ、これ 35g 160m だから量もしっかりあるので、いろいろねコスパのいい糸になりそうです。今ね8号で編んでます。すごく優しい色だから、あのうまくねカメラがちょっと捉えてない感じがするんですけど、ほわほわの優しい色でめっちゃ可愛く仕上がってます。お子さんとかお人形さんとか、なんか可愛い系のものを編むときにいいかもしれない。はい、あとね気になったのがこのムーングレーですね。これをこの前発売されたメランジテイストと引き揃えて編んだらめっちゃいい感じになるんではないだろうかと。でこっちは10号で編もうかな。おー、いい感じに、なんか雪が降ったみたいな感じになってます。すごい。でなんかちょっと内臓の出し方を間違えましてちょっと混乱、だいぶ混乱しておりまして、あのうまく引き出せなくて、糸出すときは慎重に取った方がいいのかなって思いました。で残りのアイスグリーン、ペールアイリス、フロスティーブルーもめっちゃいい感じです。デレレーン。以上、昨日ダイソーさんで買ってきた新作の毛糸でした。でこの、 あの2つは今年発売されたらいいなと思ってるもので、さっきも言ったんですけどソフトミックス、それからエアブレンド。エアブレンド今年もあるといいな。この以前編んだあのポンチョ、これエアブレンドで編んだんですけど、これがね本当にあのこれがねほわほわあったかくて、なんか他のものも編みたいなって思ってるので、エアブレンドがまたねなんか今年発売されたらいいなということで、最後はちょっとあの願いを自分の願いを語ってみました。これからもね続々新しい糸が入荷されると思うんですけれども、だからすごいね楽しい季節になりました。ということで9月は本当ハイテンションな感じであの動画をね撮ってるんじゃないかなって思います。今日は2022年秋冬系と、第2弾ですね、ご紹介でした。ではまた。